オランザピンは、規定型抗精神病薬の一つである。1996年に発売された。日本国内では、統合失調症治療薬として承認され、後に、双極性障害における、相症状及び、鬱症状の改善する薬剤となった。商品名ジプレキサ。規制区分は、劇薬、処方箋医薬品である。糖尿病には近畿である。 いライリレー社によって製造を販売されている。錠剤、高校内崩壊状、祭流のほか、緊中製剤が承認されている。ドーパミン D2、D3、D4、セロトニン 5HT2A、5HT2 バイト、5HT2C、5HT6、アドレナリン α1、ヒスタミン H1 の各受容体をはじめ、多数の神経物質受容体に対する喫香作用を、 示す。オランザピンの構造はクロザピンに似ているが、シエノベンゾジアゼピン系に分類される。オランザピンは、ドーパミン受容体、セロトニン受容体に対し高い神話性を有している。オランザピンの作用基準は明らかにはなっていないが、オランザピンの抗精神作用は、ドーパミン受容体、特にドーパミン D2 受容体への喫抗作用によるものと考えられている。 セロトニン拮抗作用もまたオランザピンの有効性に影響している可能性があるが、研究者の間でも 5HT にアンペア拮抗作用については議論が続いている。添付文書では、オランザピンの多数の受容体に対する作用が、統合失調症の陽性、陰性症状、認知障害、不安症状、うつ症状などに対する効果と、衰退外路症状を軽減する効果を生むと、 考えられると書かれている。生徒作用があり、難治性、あるいはオピオイドや化学療法剤による悪心、オートに有効だが適応外使用となる。統合失調症や気分障害などのものの家族らが組織していた全国精神障害者家族会連合会が1999年4月に早期に承認する要厚生大臣と有力国会議員へ尋常した。 ザプレクサ・ジプレキサ剤ディス状 10mg。主な副作用は、不眠、眠気、体重増加、アカシジア、ジスキネジア、新鮮、倦怠感不安、焦燥、興奮、液刺激性。また、主な臨床検査値以上は、ALT 上昇、プロラクチン上昇、AST 上昇、トリグリセリド上昇である。プロラクチン上昇に伴い、乳汁分泌も報告されている。 他の否定形精神病薬と比べ特に注意が必要とされている副作用が体重増加と対等異常である。オランザピンは水臓の β 細胞のアポトーシスを引き起こしていることが京都大学から報告されている。もともと社会的に肥満が問題になっているアメリカではオランザピンによる体重増加はすぐに心筋梗塞など致死的な疾患に結びつきかねないので 特に注意が必要とされている。また、日本においては、オランザピンと因果関係が否定できない、重篤な高血糖、糖尿病性、ケトアシドーシス、糖尿病性昏水が急例報告されており、厚生症より注意喚起がなされた。これに対し、発売元の日本イ、e、ーライリリーでは、糖尿病患者やその機応歴のある患者に対する、患者への投与を近畿に入れ、 ドラッグインフォメーション上で目立つように警告を発するなどの対応を取った。臨床使用を模倣したマカクサルへの投与は農用石の大幅な減少をもたらした。過剰摂取は4 5 0ラム摂取で死亡報告あり、2 0 0 0ラム摂取で生存報告もある。オランザピンの過剰摂取は有害であると考えられる。特定の下毒剤はないとされる。 メスマウスとメスラットに慢性暴露した複数の研究で発言性が実証されているが、オスマウスとオスラットでは実証されていない。発見された腫瘍は肝臓や乳腺であった。ジップレキサは1996年に市場に出たが、服用後に糖尿病や他の病気になったとの訴えがあり、2005年には8000件の訴訟に対して7億ドル。 2007年には1万8000件の訴訟に対して5億ドル支払っている。2009年、イーライリリーは、否定型抗精神病薬ジープレキサを体重増加などの副作用の情報を告知せず、また、常用量で死亡リスクを高める老人への睡眠薬としての利用を進める、午後5時に5ミリグラムなどの違法なマーケティングにより14億ドルの罰金が課された。ありがとうございます。